できたできたできた。ほいほいほい。おー。菊草をね、今訓練してるんですけどね。これ1週間ぐらいもう来てから経つんですけど、この子はおとなしいですよ。まだ4回やってます。刺し餌ね。おい。肩にパンと乗るけど、これもできるようになりましたね。菊草にしてはね、上々です。あ、他の鳥が来たからね。他の鳥が来るところに警戒しますからね。おい、よいしょ。おい、どっこいしょ。おい、おい、おい、できた。もう一回。よし、いいぞ。これのいいところはね、捕まえに行ってもね、全然逃げないっていうところです。だから、慣れる可能性は非常に高いですね。普通逃げるんですよ、慣れないっていうやつ、こう手出したらね。はい。自立してます、こうやってやってもね。もう飛べるんですけどね。ビンビン飛びますよ、追われた時は。大きい鳥がいっぱいおりますからね。よく襲われるようになる。ああいうのが鳴くとね、やっぱりビビりますからね。さっきもね、カゴに入れとったの、小金メキシコたちが勝手にあの扉を開けてですね、あいつらあの開け方知ってんですよ。パタッと他の手乗り用の前の扉がね、開くのをね、引っ張り上げて、でそしてこれが逃げて追われて、今さっき見つけたんですよ、やっと。箱の陰にね、隠れてました、壁とティッシュの間に。いや、もう探して探して探しまくったら隠れていました、じーっと。今から最後に、ね、餌をやろうかと思ってます。もっともっと懐くようになると思いますよ。